剣の四君士、高橋泥衆、吉川英治、一、触れた柿が落ちている。何のことから始まったのか、柿の木の下で、兄弟はとっくみ合っていた。小さい剣三郎は、手もなく、兄の木一郎に投げつけられて、 したたかに背を大地へ打ちつけた。よくも投げたな。地熟だと思うのだ。武士の子だ。ろ、ま、びながらも歯ぎしりして、兄の足へしがみつく。まだ懲りぬか。木の一郎は振り離す。孤尺な弟は、食い下がって離れない。そしてまた組む。また勢いよく叩きつけられる。妹ねふさ子は泣き出して。母よ、母よ。 と、奥へ急を告げる。書院のやれ障子が開いて、立ち入れたのは、兄弟の母でなくて、父の山岡一郎絵門であった。また喧嘩か、木の一郎、大きなくせに、止めんか、健三郎、弟の分際で、兄上に対し、何たることか。この一括で、兄弟は立て分かれ、やがて半時もお団儀を食う。 母のふみこが来てわびる。お前のしつけが悪いからだと母までも小言を聞く。幼いふさこまでが一緒に泣いて謝り抜く。女の子のいじらしさにはかなわぬといった風で、一郎えもんは、泣くな、もうよい。と、栄子をなだめることによって、ひとまず母も兄弟も、囲碁を戒められてやっと許される。旗本といえば烈気と聞こえるが、 爆心山岡屋は微力だし豊かでなかった。庭の草もぼう,ぼう、障子の張り替えも年に一度を二年腰に持たせたりしている。ただ、そんな家庭にも絶えず盛んな物音があるゆえんは、元気な男の子二人のためだった。兄の木の一郎が今年十五。弟のなかなか聞かない方が、やっと九歳で、通称剣三郎、あざのはひろたけ。 あとに八日の高橋生に改めて、伊勢守となり、伝習と合した人である。その高橋家は、母の里方の家だった。二の丸留水役の高橋義左衛門金金が、母の父であった。兄弟たちには外祖父にあたる人だ。そこへ兄弟は、毎日、剣道と創術の指南を受けに通っている。高橋家は、累代、剣、槍、 なぎなたの三方一行を唱えて、幕府の指定に教授し、ルカは地味であったが、武器そのものより資金をたっとんで、幕末の大敗的な師風に、復古的な武士道教育を打ち込んでいた。その祖父であり死である高橋義左衛門が、ふと訪れて、ここの兄弟を出してみんか、人前に立たせるのも、修行の一つじゃで、何の話かして帰った。 父と祖父との対談を小耳に挟んでいた兄弟は、丸い目を見合わせていた。ギザエモンが帰っていくと、木の一郎、健ロ郎の二人は呼ばれた。父の一郎エモンは、二人を見比べて、そちたち、妖精出して喧嘩するので、明日は、晴れて真剣の決戦をさせてやると、ギザエモン様のお計らいじゃ、明日こそは、兄弟とて、 木の一郎も弟に負けくるな。健三郎も兄に負けるなよ。と、言い渡した。に、枯れ染めた初頭の草床が暖かい日だった。物頭松平六左衛門の屋敷内に人がたくさん集まった。門脇から幕が張ってある。朝からずっと、鋭い掛け声と、市内、木立ち、稽古やりの響きなどが続いている。 年々一回ずつ行われる幕府の旗本の指定の武技試験であった。各組頭に通帳してあるので、組頭は当日名簿と人員を携えて参加する。山岡屋の兄弟も、ここへ連れてこられたのであった。人仲である、兄弟はおとなしい。二人とも、好きな道であるので脇目もせず、飽きもせず、朝からずっと、 各龍角人の入り変わり、立ち交わって戦う試合を眺めていた。患者の中には、兄弟の先生でもあり祖父でもある人の顔が見えている。けれど父の一郎エモンは来ていない。そのうちに、山岡喜一郎、山岡健三郎、と名を呼び上げられた。はい。はい。兄弟は一緒に答えて、真ん中へ出た。 海外シ支度が一目を引いた。ご記録となって、上様のお耳にまで達するのですぞ。懸命にやりなさい。世話人は励まして、二人へ同様な稽古槍を備えた。証券士と証券士との礼儀をするのが、人々を微笑ませた。だが、槍を持ったなと思う瞬間、微笑ましい光景などは消し飛んで、兄弟のかかり合う激しい息声は、 朝から続いて抱きまん,まんだった大人どもの試合のどれよりも真剣で凄まじくさえあった。そのうちに、あ、と皆が口走った、弟の健三郎の小さい体が、砂を浴びる山鳥のように、草ぼこりに包まれて、だっとやりもろとも、踊ったと思うと、兄の木の一郎はものすごい勢いで仰向けに突き倒されていたのだった。危ない。もうよい。 反射も思わず叫び、世話人も駆け寄って中を割ったほどであった。三、木の一郎は、頬を突かれたのである。それから数日、顔半分が樽のように腫れ上がって、寝床から立つこともできなかった。兄さん、痛い。まだ痛い。健三郎は心配そうに、兄の枕元から離れなかった。そして兄の顔を差し覗いては、 ごめんね。と、言った。木の一郎は、目を塞いだまま、何も言わなかった。あまりに何も言ってくれないので。怒ってんのケンザブローが言うと。うーん。首を振って、兄の木の一郎は、たらりと目尻から涙を垂らした。そして弟の手を握り。よくやったね。金子よ。兄のくせに、わしの勉強が足らなかった。 体が良くなったら、一生懸命、未熟を取り返してみせる。それきり、この二人の兄弟喧嘩は見られなくなった。両親には高校であった。山岡の行動と、模範に言われた。弟の健三郎は17歳となると、高橋家養子にもらわれていった。別れてからの兄弟はなおさら情愛の旅を深めるばかりだった。ただ、 武道の上に植えてだけは、互いに、負けないぞ、とのもっけいを固く抱き続けていた。分けても兄の木の一郎は、15歳の時、顔半分腫らして7日も寝た時から、深刻な感銘を受けたと見え、依頼新機一転して、その精進ぶりは、両親も体を案じるほどだった。年少、早くも前二清を潜め、初夏の門を叩き、 工夫を積み、また、文治にも精霊して、郷を静さんと称し、その24、5歳の頃にはすでに、槍では今、山岡静さん、天下の第一人者であろう。と言われ、また、おそらく、静さんのような人物は、百年に一人か二人しか出ない天才というものだろう。と評されたくらいであった。 世人は自分らの中から軍を抜いた非凡を発見すると、必ずそれを、天才、と呼ぶ。しかし山岡静さんの名人と言われるに至った息は、決して天品だけのものではない。むしろ努力であったのだ。来山様の文明が一世を推したとき、世人はまた、山陽の詩、山陽の文行を指して、あれは天才の筆だ。と言った。 三陽はそれを聞いてつぶやいたそうである。わしを天才などと見る者は、わしの地気じゃない、と。人の目になど見えないところに、そういう人のコックと精進はあるのだったが、深夜の勘明かりのもとに、血を吐きながら終始何十年の悲壮な努力の姿は、誰も三陽に見ていなかったのである。静さん、山岡喜一郎の上達にも、 誰も知らぬ苦行があった。毎年の玄関には、深夜、当店をいただき氷地を踏み、井戸端へ出て、荒縄で腹を巻き締め、氷を砕いた水を頭からかぶって、牛蜜から一人道場入りを始め、夜の明けるまで、重さ15金の槍を振るって月の猛練習をなし、一夜1000回から2000回に及び、それを30夜も続けたという。 立夏をなして、東大一流と言われてからでも、昼は何百の門人にあたり、夜は必ずその、月、の練習を怠らなかった。少し暗いな風邪や病気などは、三千回も、筒、をやれば治ると自分で言っていた。酔いの日ともし頃から翌朝の鳥の音の聞こえるまで、二万何千回という、筒、を数えたことすらあった。近代珍しい武道家。 噂を伝え聞いて、ある時、訪ねてきた一人物がある。筑後柳川の人で何キリスケ、創術で若い大無双という聞こえがあった。初対面の時は、竹断だけして別れた。さすがだな。お互いにその人間だけを見て別れたのである。一月ほど後、何キリ会は、帰国するのでお別れに、と、挨拶に来た。 そして国の土産に、しずさんの槍を見たいとこうた。ざ山も、理解の槍を見たいと思っていたところである。人を払って、ただ二人、信号なる床に立った。壮烈を極めた名人同士の試合は、古来からの試合の記録を破った。朝の九時前後から立ち会って、昼過ぎの四時頃になってもまだ勝負がつかなかったのである。 幼高路中の鉄と炎のごとく新婚を凝らし合ったのでいたじきは二人の汗で滑るばかりであった。引き分けとして、双方の槍を、後で眺め合うと、穂先は砕けて、何寸もささらのように駆け減っていたという。四。父の一郎絵門は早く用去った。母の文子は多病であった。しずさんの書斎の壁には、七のひぼさん。 三十八長1十六母のあんま、と書いて貼ってあった。母のあんまをしたり、書斎で書物に向かっている間などは、短い木刀を一腰刺しているだけであった。木刀の一面には、人の単を言わず、己の蝶を解かず、と告し、裏の一面には、陣に施して念とすなかれ、施しを受けて、るなかれ、 と時刻の命を掘っていた。そして、門下には常に、怖いのは凶慢だ、増長だ、心にいささかでも、競合の日々が入れば、百年鍛錬の道行も一丁に崩し廃止さる、と言っていた。弟の健三郎の養子先でありまた、死にも外祖父にもあたる高橋義左衛門は、ようやく老齢になったので、師範に耐えず、 弟子とその道場とをあげて、工事を頼む、と、しずさんに譲って隠居した。それからは、高橋健三郎も、親しく系のしずさんについて、やり方の教えを受けていた。この頃、やはりしずさんのところへ、よく武道を正しに来る真面目な青年があった。後の山岡鉄州であった。母の内語は、 しずさんの妹の房子も一つ等に来ていた。A 子コは、やがて撤収の夫人となった女性である。その頃から道場でよく顔は見合わせたが、お互いの生涯をどっちもまだ予感していなかった。この一家には、ただ武道の光あるばかりだった。何と言ってもしずさんが柱だった。弟の養え祖父に仕えてはあくまで霊と誠に厚く。 亡き父母には紅葉の限りを尽くしたし、定米には情け深くて優しかった。地球人、誰一人静さんにそむ苦者はない。実によく人に慕われる人だった。しかもまだ武道家としては、弱輩といって良い年齢のうちから、東大武双と言われ、槍では名人と許されている。そうした風格があまりにも若くから備わりすぎていたのも、後に思えば、 短名な花の早咲きであったのか、安政2年の夏7月、実に、あまりにもあっけなく、しずさんは溶接してしまったのであった。その死もまた、彼らしい、義のためではあったが、ああ、儚い、と人をして、サタンを久しゅうせしめるような突然の死であった。夏の初め頃からしずさんは、活気を病んでいたが、 7月の暑い日ざかり頃、自分の水泳のしたる人が、何か恨みを受けているもののために、品川沖の水連場で、相手に測られて機難に落とし入れられようとしていると病床で聞いたので、一大事。と、自分の渋滞も忘れて、炎天を駆けつけ、その人を救うために沖へ泳いだので、活気昇進を起こして途中で事切れてしまったのである。 しずさんは、年27。残された高橋健三郎は21歳であった。5。八日の父高橋蓮之助は、それより数年前に死亡していたし、聖火の母も続いてゆくし、またその年の春には、八シ祖父の義左衛門も病没し、今また続いて、実刑の山岡しずさんに仕分かれたのである。何たる不幸続きか。 21歳の健三郎は、途方にくれた。これからは、あなたがここの柱になるのではないか。気公がそんなに嘆いてばかりいては、お妹のふささんも、どうしてよいか分けるまい。お察しはするが、気を取り直し与え、もっと元気に。谷の友であり弟子であった山岡鉄舟から、こう励まされて。そうだ、いや、お恥ずかしい。 健三郎も、すぐ気づいた。そして一心不乱、道場に立って、一やりに診断を凝らすことをもって、一人寂しさを慰めていた。けれどあまりにも、優しかった兄、弟思いな兄、また力と頼んでいた兄に、突骨と、うつしよの姿を目の前からかき消されてしまったので、多感な健三郎は、何小石、の思いを、 どうしても、脳裏から吹き去ることができなかった。槍を持てば、槍を持つ兄の姿が思い出され、飯を噛めば、共に善を囲む兄の姿や言葉がありありと忍び出される。飯を噛み噛みじやわんの中へ、我知らず涙を流しているのに、はっと気がつけば、差し向かっていた妹のふさこも、わっと箸を置いて泣き出すようなこともしばしばであった。ああ。 ダメだ。兄の偉大が、今分かった。兄の愛情が、骨身に応える。生き残って、この人を追い通せるわしではない。お懐かしい兄への元へ行って。ふっと、彼はそんな気になった。仏間を閉じて、腹を切ろうとしていたのである。あれ、お兄様。ふと見つけて、仰天した英子は、悲鳴に似た声で、人々を呼び立てた。 気合わせていた山岡哲太郎も、駆けつけてきて、馬鹿な、と叱りながら、健三郎の手から白人もぎ取った。健三郎は打ち伏して、人前もなく声を上げて同国した。人々は一時、彼は発狂したのではないかとすら疑った。六、忍才と合詞、または泥習とも言ったのは、ずっと彼の晩年ではあるが、便宜上、 以下高橋健三郎を単に泥舟で記してゆく。21歳で8日の支柱となった泥舟にとって、唯一の親友は、何と言っても冒険の角とも小野哲太郎であった。哲太郎の実家は、泥舟の聖火山岡屋よりも、はるかに価格も良い家柄であったが、泥舟は8日のせいを継ぎ、兄貴一郎は世を去って、 山岡屋の後目もここに絶縁としているのを知ると、自分でよろしければ、山岡屋の相続人となってもよい。と、捨てがたい事情にあった小野家の後目を他へ譲って、山岡姓を名乗る人となってくれたのだった。それもこれも、秘襲の裏に沈んでいる泥船を励ますためであった。実際、泥船にとっては、それも一つの悩みであったのである。 ふさこは、鉄太郎と結婚した。鉄太郎と泥船とは、こうして義兄義弟の間となった。鉄太郎も以後は撤収と記してゆこう。聞けば紀候は、まだ9歳の頃、15歳の兄気一郎殿を、一撃に突きまかしたというではないか。そうした勇猛心のある気候が、近頃は何たるめめちさだ。これ式の悲嘆。 これ式の逆境に負けてどう目さる。門人に対してだってみっともない。木の兄弟となると、鉄衆はなおさら、歯に気抜きせずずけずけいった。泥舟も励まされては道場へ出て門人に接した。当時その門には、松岡よろず、関口孝吉、大草滝二郎、中条金之助などの曹操たる人々が集まっていた。 男性二年の暮れに幕府は、泥船を環状奉行下の一階径司さに任命したが、翌年はすぐ、適材でないとして、幕府公部署の総術教授を申し付けた。また将軍直属の新令軍のうちへも加えた。多忙になった。憂える間もない体になった。けれど、生来の多感と情熱は彼を去ったわけでない。 人にこそ言わないが彼の胸中には絶えずなき兄のしずさんに対する連々な墓情がやむべくもなかった。男性の4年、泥船が開けて23歳となった年の木さらぎの一夜だった。健ン郎、健ロ郎、誰か彼を呼び起こすものがあった。はっと神戸を上げてみると、兄のしずさんが立っている。水のように立っているのだ。 じっと自分を見ている様子は、ありしひのしずさんと少しも変わりはない。お、兄上、弟、どうだ。そちの操術は上達したか。槍の名家の後目を継いで、笑わるるようなことはあるまいな。兄も日ごとのそちの努力はよそながら見て羽織るが、わしも現世を去ってよりまさに三年、生を天上界に受けて礼服極まりないが、なお、 億年措置の身を案じ、愛連の情をどうしようもないのはお前とも同じことである。どうだ、近頃の修行は、また新規の妙を得たか。立てよ、健三郎。別離三年、どれほどに措置が進歩しておるか。兄が試みてやる。早身自宅して道場に出よ。呆然、うつつか夢かとそれまで聞いていた泥船は、さては日頃。 自分があまりに兄を恋したうので、心の煩悩につけいって、こりか物のノが、亡き兄の姿を借りてたぶらかしに来たなと覚えたので、黙れ、変化、愚かな小木を演じておると、一刀のもとに切り捨ててるぞ。すると、水のごとき、しずさんの姿は、弟よ、道理である。この兄の弦影を、こりの仕業と疑うも無理ではない。 しかし、利害の利のあるお措置は知るまい。死後症あり、生後死あり、人間の一魂は、生成し、臨転して極まりのないものなのだ。もしこの方がコりの長ならば、お前の矛先に当たるべくもない。措置もよもや変化に劣るがごとき脆弱な腕は持つまい。いざ、試合を、試みに当たって参るがよい。シズさんは、そう言うと、 音もなく、道場の方へ足を運んで行く様子であった。七、とのれ、泥船は、夢中で羽を着ていた。そして道場へ踊り立った。五感の大床は氷を超詰めたようである。泥船は竜と一冊氷気を裂いて相手の影へ迫った。うむ、岩の揺るぐような呼吸が泥船を押した。はっとくり引けば、 かえって相手の槍こそ泥舟の胸板へ毎一文字に来ていたのである。だ、だ、だっとかかとを鳴らして踏みとどまる。なんと瞳のかすみを払って敵を見すます。ああ、兄だ。兄上だ。もう泥舟は疑わなかった。兄しずさんに膝れば見えない長相の神技の構えを、彼は行くと背振りかでその目に見ていたのである。と、打瞬間である。 泥舟はいきなり横顔を持って行かれたようなしびれを覚えた。あっと、叫んだ時は勢いよく仰向けにもんどり打っていたのである。我を突き倒した稽古槍の先は、切な、火の出るように覚えた目の上をさっと帰り、道場の隅へすぐ投げ捨てられた音が、カラカラと聞こえた。未熟、未熟、思うにそちはまだ行を増し、心がけず、手頭めつり、 例えば、いたずらに騒いで風にも咲かず散らざる半壊の花にも似る。わしはまた、妙やようおさらば、しずさんの言い残していく声なのである。たなや、泥舟は手を挙げた、兄の名を呼んだ、枕から転倒して落ちた。夢は、忽然と、覚めたのであった。満身の汗は、寝巻きをうるをしていた。 やれどの隙間もる白い光は木さらぎの明けに近い残月であった。不思議不思議溶けぬ謎に髪の毛はそそけ立っている。しかも、兄シズさんの一語一句、その恩情までも、ありありと耳に残っている。我とも知らず泥舟の方には、棒だたる涙が止まらなかったのである。次の夜も、彼は、同じ不思議を体験した、弟よ。 約束によって切りしぞ、早道場に出よ。としずさんは呼ぶのであった。とう、と泥船はもう何の知義もなく道場へ出た。何と思うな、何時の敵と思え。しずさんは春烈であった。しかも昨夜以上、したたかに泥船は突き任された。たて、立ち直ってこい。しずさんは言う。そして猛烈な刺激につとげ。 思って、泥船の息も塞ぐばかりだった。何遍大床にぶっ倒れたか。果ては立ちも得ず、規則永遠となると、育児のない、と叱咤して、静さんは怒りののしるがごとき行走を示した。少年9歳の頃の小婚は失ったのか。我も人間の聖婚ぞ。何時も人間の聖婚ぞ。 いかなれば書のごとき腕の差があるのかを考えてみたか。明日の夜こそは、十本勝負をしよう。言うかと思えば、書き消えるように、しずさんの姿はもう見えない。終日、朦朧とした面持ちで、泥舟はうつつに次の一日を過ごした。そして深夜となると、頭は冴えて寝疲れもしなかった。一年、空腹苦心していたのだった。 そしてそのまま、コンコンと無限の境に入った頃、兄の姿はまた、前の夜と変わりなく、彼の目に見えた。道場へ出て、礼を交わし、槍を取り合うと、しずさんは、今宵は約束通り十本勝負であるぞと言って、前の二屋にも勝るほど、過食ない激しさで立ち向かってきた。槍が軽い、どうしたのか、泥船は、その夜に限って、 心は開け、手足しに全く一つに動くのであった。十本勝負のうち、九本まで、泥舟が勝った。あと一生。と、さらに気負いかかると、しずさんは槍を捨てて、その夜初めて、ニコと笑い顔を見せた。弟よ、もうよい。え天授の槍法を監督したのだ。これでわしも初めて安心した。 さらば、長く別れねばならぬ。名を愛し、国に放ぜよ。しんみりという、じっと泥舟を見つめる。そしてもう引く人のごとく、父と、名残をしそうに、道場の裏戸から静さんは表へ立ち去る。あ、あ、兄へ。泥舟は喜ぶた。追えば去り追えば去り、寄せ付けの兄の影を追っては叫んだ。ま、待ってください。 彼はいつか大地をはせけていた。確かに彼の足の皮膚はいてたちの下に破られて血をにじませている。とはいえ、家のどこの口から出てきたか、柿を越えてか、門を開けてか、それは全く覚えないのである。兄上、兄上。ただ、何度か呼び、何度か残月に泣いた。道はしらじらと、人影もない、あるのは、 先に行くかのような静さんの影と、自分の三たる姿だけだった。気がついてみると、彼はいつか一、の墓石の前に座っている自分を見出したのである。見回せば、そこは覚えのある山岡屋の菩提寺駒込蓮華寺の墓地であった。外卜の文字、聖書インドの宝珠聖三居子と読み下すとともに、彼は、そこまで追ってきたし,たしいしい兄が、 何者であったかはっきり悟った。一塊の土塊に寄せるべくあまりに彼の情涙は熱かった。土を抱いて泣き伏したまま。もう一度、もう一度お姿を。と、ボングの子の限りもなく訴えた。残月は冷ややかに、彼の乱れるる貧髪の一筋一筋を照らしていた。霜は彼の涙に溶けても、土は物言わず、風も応えない。 泥舟は、何かふっと、人間の儚さ、無情感といったようなものに囚われたらしい。いやひたむきな正常は、ついに、地下の兄のコンパクを持って抱きつかなければやまない衝動にかられたものと見える。やにわに、もろ肌を脱ぎ、脇差しを引き抜くよと見えたが、許してください。兄上、私も、ひばらえ突き立てようとした。 それより前に、高橋家の人々は、夕べも、おとといも、と怪しんでいた折伏し、今宵また、泥船が京セルごとく、どこへともなく走り出て行ったので、ちょうど泊まり合わせていた妹の房子、山岡鉄州、下僕や門人など七、八名して、暗夜ではないが町方などへの証のため、ちょちんをだふりながら、おうい、待て、 おい、ケンザブロードヌー、お兄様、あと追いかけてきたのだった。けれど泥船の足の速さは驚くばかりであったし、それほど人々が呼ぶ懸命な声も耳に届かないのか、振り向きもせず、レンゲジの地域へ駆け込んでしまったのであった。そこか、こちらかと、手分けして尋ねてくると、今し泥船は滑服しようとしている体なので、 あっと、人々は行転して左右から彼の身へ飛びついた。八、コンコンと眠り落ちていること数日、泥船はやっと起きた。起き出た彼には、以前と何の変わりも見られなかった。だが、その日、久しぶりに、と、道場で彼と槍を合わせた鉄収は、ほとんど、足かたるばかりの驚きに打たれた。別人のようだ。 鉄収は埋めいた。もう、自分などの寄り付ける恩味の技ではない。一体、これはどうしたことか。と言って、いぶかしそうに尋ねた。実に、泥舟の操術は、その時から、事故も人も驚くほど、格段な心境を表したのであった。どうしてと、鉄収に問われても、泥舟自身にもわからなかった。しかし、ある会心は、 胸にあった。けれどそれは怪力乱心を語るに似て、人には語れないものであった。だから泥船は目前。ふうむ、そうかな。道理で、自分でも少しこの頃は、槍が動くようになったと覚える。としか言わなかった。けれど彼はついに語らずにいられなかった。兄シズさんに対する切々な死望は老いてまでも胸のうずめひとなっていた。晩年。 彼は多くの詩を作り若数筆などを物しているが、その一著、泥船ゲン、のうちに、以上のことは彼自ら記していることなのである。古来よく伝えられる、無双の剣、なるものがある。人間の心情と一年残るところに大折外のりなる神示せ、霊感、無双などがあった。奇跡はこれを解き得れば奇跡でも何でもないのである。 剣では小谷下唄の神、槍では高橋と並び称されて、幕末の剣優中に、彼の槍法が断然ややをって他の追随を許さなかったのも、実に、彼自身が正直に、泥船遺言に言っているごとく、夢中の獲得であり、一畜納期を脱却した日からであった。だが、ボン夢は常に枕を襲うが、神夢はただ枕辺には降りてこない。 ましてや苦悩の殻は、鶏が飼えるがごとく、一人でには割れない。力である。悩み、迷い、愛、熱、どんな力でもよい。神に通るまでの力であればよい。底本、県の四君氏日本名府伝、吉川英治文庫、講談社。1977、昭和52、年4月1日第1冊発行。書出 講談クラブ、2月号、大日本郵便会講談社。1940、昭和15、年2月。初出時の表題は、日本県人捨て、に、高橋泥衆、です。入力、河山隆。構成岡村和彦。2014年9月11日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、 インターネットの図書館、青空文庫、http、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。